こんにちは。毎日ね、また暑いっていう言葉しか出てこないですけども、ちょっと夏後半に来て、結構患者さんの中でこう夏バテというか、食べれなくなってきた、食欲が落ちてきたなっていう方が、見えてきたので、ちょっと今日はね、胃の調子を整える、夏バテこれ以上ね、こう体力落ちないようにしっかり食べれるように、こう胃の動きを活発にするような量子場調整をしたいと思います。はい、で私はもう食べれてるから問題ないのよっていう方は今日はもう見なくてもいいかもしれないんですけども、食べてももともとなんとなくこうもう食欲がないっていう方とかね、そもそもが食欲がないとか、あとは食べてももたれるとか、無理やりね食べてるけどもなんか全然消化していかなくて胃にずっともたれてるみたいな方は、ぜひちょっとね今日の量子場調整使って食欲をこうね増すような動くような感じにしていきたいなと思っています。はい、でですね、今の状態どんな感じかなっていう胃のね動き、もうそもそも動きが悪いっていう方はまあ分かるんですけども、意外とね見ることもできないし、こう関節と違ってね動く範囲が広がったとかっていうのもなかなか目視できないんですけども、いくつか胃の状態をね把握する方法はあります。でまず一番単純なんですけども、こう肋骨のここ肋骨がねこうあって、肋骨の左側ですね、ちょっとね左側の溝落ちあたり触ってみると、なんとなくこう硬いとかね、こう押すと気持ち悪いとか痛いとかっていうのは、意外とこれが胃の状態を表していることが多いです。でダイレクトにここに胃があるっていうよりも、胃の反射というかね、胃の状態が反射として、お腹の表面に出てるっていうのが出やすいっていうのがこの辺になりますので、例えばガス胃で私はもう結構骨盤の方まで胃が下がってるっていう人でも、その硬さっていうのがこの溝落ちのあたりに出るっていうこともありますので、ちょっと目安としてはねこの辺ちょっと押さえてみるのも分かるかもしれませんね。でここ押さえた時の今状態、それから、今度はですね、呼吸が入りづらいっていうこともあります。で胃がもたれてると、横隔膜がこう下がっていかないので、息をね、腹式呼吸、特にね、腹式呼吸で吸った時に、空気が下の方がこの辺に入っていかないっていう感じがするかもしれないですね。で皆さん、腹式呼吸できますかね？吸った時にお腹がこう膨らむような感じ。ちょっとまずは何も意識しないで、腹式呼吸何回かやってみましょうか。で息を、口からでも鼻からでもいいので吸ってみてもらって、で吸う時にお腹を膨らませるような感じですね。 で吐いてもらってお腹をへこませて、でもう一回息を吸ってみた時になるべくちょっとねお腹の方を膨らませるような感じ、OK、ですね。でその時にちょっと今度はね溝落ちのあたり気にしてみましょうか。でこの胸のあたりと溝落ちのあたり両方とも同じようにね膨らんで、肺が膨らんでいけばいいんですけども、胃の調子が悪いと下の方の水落ちのあたりがちょっと膨らみが悪いっていうことが多いです。はい、ではねちょっとそのことをちょっと気にしながら息を吸ってみましょう。で息をね吸ってもらって、で吸った時になんとなく胸の方は膨らむけれども水落ちの方下の方は膨らまないっていう方は、もしかしてこう胃の方のね調子が悪くて動いてないっていうことかもしれないですね。そんな感じかな。このくらいでいいかな。あとはもうなんとなく日頃から持たれてしょうがないという人はこの辺のこう感じそうですね、もうそのままですけども、お腹の今の感じっていうのを覚えておいてもらって、で量子場調整した後にねもう一回ちょっとお腹の状態感じてみると、なんとなくこうすっきりしてるとか軽くなるとかっていうのが、体感としてわかるかもしれないですね。はい、ということで、これから量子場調整しますので、いつものように上向きですね、ベッドとか床で上向きになってもらって、ではね、こう体の横をつけてもらって、ピーンとしなくてもいいので、ね、リラックスした状態で手が横で、足もねこうやって組まずにまっすぐ並べてもらった状態で、あとはぼーっと上見ながら目上げてても閉じてても OK です。本当にねぼーっとリラックスして、そうだな、3、4分ですかね、はい、待っておいてもらえれば私の方で調整しますのでではね横になっていただいて、これからね始めたいと思います。また終わったらねお声掛けしますので、
いいかなと思います。ではね、ちょっとゆっくり起き上がっていただいて、さっきと状態をね比べてみましょうか。ちょっとねやってる段階からすっきりしてきたなっていう感じは私はあるんですけども、ちょっと立ち上がっていただいて、でそもそもね体の状態というかお腹の状態が重いなとか、ちょっとねお腹張ってるなみたいなのがあった方は、意識をお腹の方に向けていただくと、ちょっと軽いとか、すっきりしてる感じが感じられるかもしれないですね。でそうでもなかったよって人も、ちょっとお腹の状態として確認するのに、まずさっき の水落ちですね、水落ちのところ優しくね押してみましょう。で押した感じがこう、押しても嫌な感じがしない、気持ち悪さがちょっと減ってるなとか、嫌な感じはするけどもちょっと度合いが減ってるなっていう感じがするかと思います。はい、ちょっと柔らかいなって感じがしますね、最初より私は。であとは呼吸ですね、ちょっとまた同じように腹式呼吸で深呼吸した時に、溝落ちの方ですね、この辺まで空気がしっかり入るかどうかですね。でちょっと吸っていただいて、なんとなくさっきよりも溝落ちの方にね、スーッと横隔膜が降りるというか、空気が入っていく感じっていうのが少し出てくれば OK です。でそのきっかけ、ちょっと入ってるなっていうのが、感じることができれば、そこきっかけでだんだんこうね無意識がそれを感じて、どん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 こう入るようになっていきますので、こんな感じでね、ちょっと胃の動きを良くしてあげるっていうね、自律神経の方からではなくて、ちょっと動きの方からね今日は調整してみました。これで食べれるようになると体力もね落ちずに、あと夏をね乗り越えていただけるかなと思います。こんな感じで両芝調整、私今やったんですけども、どなたでもできます。はい、ですのでワークショップとかねやってますので、よかったら上の方にリンクを貼っておきますので、覗いてみてください。とってもねやってる皆さんっていうかね、マンツーマンなんですけどもね、面白いです。不思議な感じがします。こんなことができるんだっていう感じですね。はい、ということで、明日は何だっけな、明日はそうだ、体の重さ、そうですね、夏バテでやっぱ体の重さっていうのは、体液が、循環が悪くなってきて、こうなドヨーンとこう、ね、重くなってきちゃいます。で東洋医学的には水毒っていうんですけども、この循環させてむくみとかが出てきちゃうんですけども、そういうのをちょっとね改善するような調整をしたいと思いますので、明日もまた見に来てください。それでは。